アイカム -1 または細胞間接着分子1は人ではアイカム1遺伝子にコードされるタンパク質である CD54 としても知られるアイカム -1 は細胞表面の糖タンパク質であり一般的には血管内皮細胞と免疫系の細胞で発現している CD11A、CD18、CD11 ビット CD18 型のインテグリンに結合し、またライノウイルスが呼吸上皮に侵入する際の受容体としても利用される。アイカム -1 は免疫グロブリンスーパーファミリーのメンバーであり、このスーパーファミリーには抗体や T 細胞受容体なども含まれる。アイカム -1 は N マッタンの細胞外、ドメイン、一つの膜貫通ドメイン、C 末端の細胞質ドメインから構成される。 膜貫通タンパク質である。アイカムマイナス -1 の構造は高度なグリコシル化によって特徴付けられ、タンパク質の細胞外ドメインは分子内ジスルフィード結合によって形成された複数のループから構成される。タンパク質の主要な二次構造はベータシートであり、二両体化ドメインが存在すると予想されている。アイカムマイナス -1 は白血球や血管内皮細胞の 細胞膜に常に低濃度で存在する細胞間接着分子である。サイトカインによる刺激によって、その濃度は大きく上昇する。アイカム -1 はいる -1 と TNF によって誘導され、血管内皮、マクルファージ、リンパ球で発現する。アイカム -1 の高度なグリコシルカと他の構造的特徴は多数のリガンドタンパク質の結合部位となっており、 アイカム -1 には免疫と関係した多数のリガンドの結合部位が存在する。特にアイカム -1 はマック -1、ルファ -1 やフィブリノゲンなど内皮細胞や白血球で一般的に発現しているタンパク質と結合し、血管外有質や炎症応答など白血球が血管内皮を越えて移動する過程を促進する。 可用性のルファ -1 も発見されており、これはアイカム -1 に結合して遮断を行うようである。こうした結合特性のため、アイカム -1 は古典的な細胞間接着分子として認識されており、細胞間相互作用の安定化と白血球のない日の通過の促進に重要であることが古くから知られている。また、アイカム -1 と可用性アイカム -1 は、 血液清掃関門を形成するタイトジャンクションに対して気候的作用を示し、精子形成に重要な役割を果たす。アイカム -1 は大部分のヒトライノウイルスが様々な細胞種に侵入する際の結合部位となっていることが発見されており、単なる接着分子以上の役割を持つことが示唆されている。アイカム -1 はマラリア原虫プラスモディウム。 ファルシパラムが感染した赤血球に対して親和性を持つようになることが知られており、感染症におけるアイカム -1 の役割はより明確になりつつある。こうした接着分子やウイルス侵入分子としての古典的機能に加えてアイカム -1 はシグナル伝達の役割を持っていることが明らかになっている。 アイカム -1 のシグナル伝達機能は、主に炎症促進経路に関連しているようである。特に、アイカム -1 によるシグナル伝達は、マクルファージや下流球などの炎症性免疫細胞のリクルートを引き起こすようである。また、アイカム -1 は、ポジティブフィードバックループを形成して、アイカム -2 と競合し、白血球の血管内皮への移行を助長する。 炎症性環境を維持している可能性がある。アイカム -1 によるライゲーションはメッセンジャー RNA とタンパク質の両方のレベルで自身の発言をアップレギュレーションし性のフィードバックループを形成することが判明している。さらにアイカム -1 によるライゲーションによってランティーズのメッセンジャー RNA とタンパク質の発言が上昇することも判明している。ランティーズは カリ球やマクロファージなど様々な炎症性、免疫細胞に対する、相加性を有する、炎症メディエーターのサイトカインである。アイカム -1 は雲膜下出血への関与が示唆、されている。健常人と比較して、その患者ではアイカム -1 のレベルが大きく上昇していることが、多くの研究で示されている。その患者のに影響を与える二次、症状である。 脳血管連縮とアイカム -1 との直接的な関係は示されていないが、抗アイカム -1 治療は血管連縮の重症度を低下させる。呼吸上皮で発現しているアイカム -1 は一般的な風邪の原因となるライノウイルスの結合部位ともなっている。アイカム -1 は主要溶解性ウイルスである国策キーウイルス A21 の侵入のための主要な 受容体でもある。カンナビノイド受容体 CB2 のアゴニストは、炎症性メディエーターにさらされた人の脳組織や、脳微小血管内皮細胞の表面での ICAM-1 と v カ c a m 1の発現誘導を低下させることが示されている。ICAM-1 は CD11R、CD18、エズリンと相互作用することが示されている。ありがとうございます。